い、どうも、しがです。さあ、今日もですね、時間案件をやっていきたいと思います。前回からですね、2323の、時間からの案件ということで、まあ、3頭のところもリプレイを見て、やっているんですけれども、前回はね、集大を晒してしまいました。今日こそは、時間からの案件ということで、高配当になりやすい3-2という目をね、ゲットしていきたいと思いますので、いってみましょう。さあ、ということで今日はですね、6月2日の、朝9時56分となっております。2万円入金しました。思考停止して2万円を入れ続けるというこの作業、大丈夫か、しゅうか、お金の使い方を間違っているような気がする。さあ行きましょう。関係ありません。でね、今日はどの城をねやろうかちょっとまあ見たんですけども、今日は浜名湖、ここの黄色く光ってる小島、はい、複数選択して、全レース12レース分ですね、同じ出目を買うという買い方、フォーメーションの2323の4号ですね。はい、これ全部で4点なんですけども、24レース買うので96点になっております。これを200円、これも100円でもいいんですけど、なんかやっぱ200円の方がいいような気がしますよね。もっと広めればいいと思うんですけどね。2の直間からの3差しはな、ほぼほぼ1が消えることが多いんで、まくり差しなんでね。うん、これはいいでしょう。買っていきましょう。はい、ということで買ってきました。まあこんな感じです。2323の4号ということです。まあ今日ね、あんまりいい結果が出なければ、元の直間案件に戻して、253を買うかどうかっていうのをちょっと、まあ精査して、またアレンジを加えたいと思います。ただまあ今日結果出たら続けてやりますよ。直間からの3頭はね、結構高配当になりやすいと思うんで。それでは、5時にお会いしましょう。さあ、ということで、時間が経ちました。ただいまの時間、5時22分となっております。さあ、海面を熟成させた、2条、浜名湖小島12レースまでを2323の4号という、出目を買っております。右側にずらすことで、今日の1着がまず見えてくるという貴族の遊びです。貴族ではないか。さあ、ということでもう早速いきましょう。浜名湖ね、必ずね3個ぐらいはね23どちらも取りたいんですよ。はい、ちょっと尺を持たせるためにもうちょっとじらしますか。じらします、じらします。え、どういうこと。さあ、いくよ。そんな、もう見たくて仕方ないんですよ、私は。いくよ。はい。もうちょっと。さあ、もう少しだよ。来るよ。はい。あ！最悪だ。大惨事だ。あー、やばい。私、この直間案件の動画を始めてからですね、この1着がないレースを選んだことが今までなかったんですけれども、ご覧の通り。祭りが始まっております。インニゲ祭り、直間からの保留をね1個、ゲットしました。さあ、まあそんなことは言ってられないんでね、リプレイ見ていきましょう。さあ、ということでこちら浜名湖のね3レース、これ3頭ですが、ちょっと名字だけだとわからないんで、はい、あ、インコースに山口亮選手、そして勝ったのがですね山谷慎選手だ。結構ね、どっちかっていうと差し傾向だったよな。振り差しの可能、お、これはまさかの前付け出た、カットイン入った、北川選手の前付けからの、いや、これはね直間からのではないんですけど、にまくりからの案件じゃないですか。前付けって言えば、大体皆さん覚えておいた方がいいのは、前付けした手の右隣を買っていれば結構まあ、勝ちやすいっていうのがあるので、これはもしかしたら2着の石原選手であれば意外につくと思うんですよね。山谷選手が頭ってことは、まあちょっとね頭荒れはしてないんで、できればここはね幾分に連帯してほしいですね。まあ一番怖い展開としては、2も飲まれちゃうっていう展開だけはマジでやめてほしいよ。2頼むよ、へこまないでね。先に攻めるのはあなたです。じゃないと外全員釣り、あー遅れたわ、終わった、これは2着無理だわ。圧倒的にまくられている。あ、ワンチャン外に振って、あー無理だろこれは、さすがに、あ、無理だなこれは。ちょっと待てよ、これは、あー
なんだこれ。もう2着は絶対無理なやつだわ。もう6来てるし、4ガンガン攻めてるし、ちょっと待て、あーまくりだし直間じゃないし、何が空のだよ。空のどころか大違い、オッズの方がゲロ安です。もうこのまま見ずに小島を終わりたいんですけど、浜名湖惨敗です。いや、残されたのはもう1条だけってなってしまうと、ちょっとねこっちとしては焦りがすごいな。3条ある時はねあんまり焦らなかったのはあるんですけども、今回浜名湖で1回も2を取れなかったっていうのは僕の中では結構ねショックがでかいですよ。どうなってるんだ最近の船券。さあ小島です。ここはカウントダウン3,2,1,5 ということで、一気に一直を見ていきたいと思います。この流れだともうリプレイはない可能性もなきにしもあらず、どれだけ尺を伸ばせるかという、今は無駄なトークをしているラストの小島、乗るかそるか、ガス目せよ。参ります。3,2,1,5。おおー、ここに来て直間保留2個ゲット、空の保留が1個ということで、あー蘇った。あー、なんかナイターの12レースを当たった感じですね。でその日をまくったっていう、まあ、まだまくってないですけどね。まずは3頭のレースから見ましょう。さあということで、こちらですね、小島の6レースとなっております。ここはですね3号艇の選手が勝ったレース。いきなり、あーこれは、どういうこと、これ3勝つの、どういうことだ。メンバーは、ちょっと待てよ、佐藤選手、いやーこれ離れ遅れて4コース超か。ってことはこれはもしかしたら山地選手からの直まくり三差しじゃないですか。というよりも4コースになる可能性高いけどな。だからあ、しかも4カドに、3カドにした。ってことは3カド決まらない説からの、直まくりからの、全部いいように決めんだじゃないよ。決めるんじゃねえよ。まあでもこのレースは3が勝つわけですよ。だからそれだけでも、まあ僕の中では結構期待値が高い。あ、2遅れた。ダメだ。これを残せない。ああ、そのまままくっちゃうタイプ。いや、山地選手も言っている。ならば、これ先前の2が3が先前して、追って前の先前でしょ。そしたら2が残りの浮いたの、よし3-2だ、来てるよ。お、これはいいんじゃない、空の案件じゃないけどな。これ4歳入ればこれは意外につくと思う。3の頭だったら、あ、これは回しての差しだったら4残るでしょ。よーしよ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 し、さあ、転覆がありました。やばい。あ、頼む。ちょっと、高倉選手。よし、ナイス。いいよ、いいよ。5位に行こう、5位に行こう。先前、先前、先前。先前してくれれば、5もいるし。よし、決まったかもしれない。転覆しているので、手先だけかけられないように頑張ってください。これは大丈夫かな。結構攻めてるよ、1。ちょっと待って、これはさすがにいいでしょ。2、よし。オッケー。まあちょっと事故があったんでね。まあちょっと複雑ではありますけれども、当たったことにはね、違いないんで。オッケー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 。さあ、ということで、3,2,4、ゲットです。さあ、オッズは？オッズ。よし！まあ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 、いいでしょう。まあ大体半分ちょっとだな。あともう一回当てればもうプラテンだわ。もう時間も関係ねえけどな。ちょっとこれは調子上がってきたよ。さあ続きまして、小島8レースとなっております。さあ2号艇が勝つレースではあるんですけども、メンバーが誰でしょう。2号艇の選手がどの選手かっていうので、まあ期待値は違うと思うんですが、ここもちょっと前付け気味に、ああ5が外出ちゃった。ああ直間からした場合6が入ってくるパターンが、あ、馬体選手はそんなにスタート早くないぞ。ああってことはこれはちょっと直間かどうか分かんない。で、上田選手が、まあ、いますと。
うん、まあ軸になってくれたらいいですけど、2332、いや平尾選手いるじゃん、平尾選手いるじゃん、これはマジか。戸玉選手が大外にもうこれなっちゃったというか、なるもうそういうレースだったら、うわーこれは終わったかもしんない。6が入ってくるパターン、まあ6の来る前に、まあ6が来る前にこれ、まあ直まではないような気がする、差し差し展開だと僕は考えておりますけれどもね、ぶっちゃけた話。あースタート行ってないね、しかも平尾選手が行っている。あ止めてくれるのかこれは、いや無理だな。あー超大外になった。えこっから2位刺さるのか、うん刺さってくれた、いや無理だな無理だな23、えちょっと待て、これもしかしてなんかあったのかな。ああー刺さ、あーダメだ、いやーなんかあのタイミングだとなんかあったのかなと思って、事故的なものが。26かー、せっかくこれ戸玉選手が来ているパターンなのに、いやーもうこれ無理だな。はいということでそのまま決着、265戸玉選手が入りましたよ。ですよね、そうなりますわな。まあ時間まではないから、ちょっとプラテン久しぶりにしたいと思うんで、あと1レース、必ず直まくりをやってほしいなとは思っておりますけれども、いきましょう。さあ続きましてね、最後のレース2が勝つレースということで10レースとなって、あまた離れが、マジか、また離れじゃん。さあ2号艇の選手次第では誰だろうというところなんですけど、ただねまあ直ましたとしても3の3着までね勝ってないんでね、あ君島選手だ、なるほど、しかも6号で畑選手じゃないですか、いや絶望的だろこれ。まあ一応まあ直まじかけしてくれたら福田選手はまあ入ってきてくれたら、いや2着でしょ、いや厳しいか、ここで終わりか。まあただ君島選手はスタート早くてやっぱまくり気質あるんでね、ここはまあ直まくりの方が 50% ぐらい僕の中ではあると思っておりますけれども、まああとはもう3が福田選手がついてこない場合はちょっと怪しいですからね。うっこれは先の足があるのか、いやー差し差し展開、あくり差し、おあー引き波乗った、無理ー本戦。はいということで2、6、4、本命どころの3人です。ですよねー、2800円、安い。さあちょっと他城をね見ていきたいと、うわーマジか、戸田とかちょっとやばいことになってんだけど、まあでもここ勝てない、いや直間案件の方がいいのかなこれ。戸田は熱いねー、2号差の代わりに買った方がいいね。うわ、ナルトなんて2万出てるから。あ、ここが2号差があるわ。あとはもうやっぱ時間もないな。ああ、そうか。はい、ということで今日はね、7100円ぐらいちょっと負けましたね。結局やっぱもう 60% ぐらいだな、出目がいって。次回は時間満件のもう2頭だけ買うことにします。そして前に戻して3の2、3着付け、そして4号というところ。さらにですね、2、3、1、2、1、4。この2点を増やして全部100円でかけたらこれどうなるかっていうのをちょっとやってみようと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。おつ